マークアイ手榴弾は第一次世界大戦中のアメリカで採用された破片手榴弾。設計者によれば最も単純かつ最も信頼し得る手榴弾であったという。しかし実戦で致命的な問題が発生したため第一次世界大戦終結前に正式手榴弾の座を退いた。マークアイ手榴弾は 次元新鑑式の破片手榴弾であり、表面には32個の刻み目がある。まず安全ピンを抜くと安全レバーが外れるようになるが、このレバーから手を離すとバネの力でレバーが外れ、同時に撃鉄がキャップ部を押し込むことによって次元新鑑が作動する。第一次世界大戦に参戦した時点でアメリカは独自の破片手榴弾の開発に着手していなかった。そのため、 アメリカ軍ではしばしばイギリス製のミルズ型手榴弾やフランス製の F1 手榴弾が支給されていた。アメリカにおける手榴弾の開発は F1 手榴弾を参考とする形で始められた。こうして完成した国産手榴弾はマークアイ手榴弾の名称で1917年に採用された。しかし実戦に投入されると直ちに致命的な欠陥が露呈した。 マークアイ手ュゅダ弾の新刊は構造上極めて信頼性が低く投擲後も正確に点火せずそのまま投げ返されるという事例が相次いだ。さらにこれらの不発弾は投げ返された際に点火、爆発することの方が多かったと言われている。この重大な欠陥を理由にマークアイ手ュゅダ弾は採用後間もなく生産中止となった。その後、マークアイ手ュゅダ弾を完了した。 マーク2手榴弾が設計されたものの、採用前に第一次世界大戦は終結した。在庫となっていたマーク I 手榴弾の部品や工場設備はマーク2手榴弾の製造のために転用された。ありがとうございます。